は公園園や庭園などのの敷地の総称日本古代の律令制において、主に区は、漆を栽培するために支給された。宅地に付属した土地を指す。素材や果樹類も栽培された。ここでは、校舎の例について解説する。電量によると、反電修士法と並んで、地の多少に応じて括弧に、人支給された。Z の場合は、 観光を問いって返却する必要があった。その実態は不明で、浮遊措置であったが、面積など、半球の基準は定まっていない。他の鎮祖は一年限りであったが、そのは任意に鎮祖、及び売却することができ、監視に報告し、承認を得ることで、子孫への世襲、他人への長買いや鎮祖が可能であった。すなわち、観光のための条件となっている Z の場合でも、 所有者が生存中に売った園地はその対象とはならなかった。そのため土地の私有が発展するよりどころになっている。このほ他、都ィス財管脱支援補助では、園補の侵奪に関する罪を定めている。出来の私入や売買は禁止されていたが、実際には行われていた。俗に本記によると、天平18年には、所持の百姓のデンと園地等をリり控えして、 長く寺の地とせむことを勤務とある。神後慶文2年9月の聖徳天皇の直でも、太財府が関税恩寺の懇連を修行し、人民に反給したことを問題とし、人民に反給してあった、開墾の進んだた十二兆四段を寺に私入し、延地十六兆六段を従来通り高地としたと、ある。延暦2年6月の幹務天皇の直によると、慶氏や畿内の定額寺の数には、 限りがあり、密かに寺を作り、営むことについては制度を立てているが、近年規制が緩やかになっており、このまま年代が経てば寺でない土地はなくなるであろう。厳しく禁断を加えるべし。今後は私に道場を建造したり、他や家や園地を記者したり、それらを売却、交換して、寺に与えたりしたら、左官以上の官人は現職を解任し、その他の官人は影。 職の特権に関わりなく、杖八十叩きの刑に処すとなっている。延暦十四年四月の直によると、寺院が他人の名義を借りて、実は自分のものにするという行為が行われているといい、すでに寺に支入されている土地について調査し、今後は寺が得た土地は、官が没収することとし、このようなことがないように、という厳しい処置で望む態度を示している。 以上のような禁令がしばしば発せられたが、効果はなかった。中世にはそのに発展し、年貢はなく、くじのみが義務付けられた。養老令の配列からすると、電量15条の次に16条、くわうるし状が配列されており、上後に、くわ300コン、うるし100コ以上。中戸に、くわ200コン、うるし70コ以上。下戸に、くわ100コ 漆るし四十根以上を五年で植え終えるように土地がクワウルシの栽培に適していない場合及び狭い里では数通りでなくても良いと定められているこのことからも園地にはクワウルシが植えられることが前提となっていることがわかるただし実態としては野菜や果実も植えられていたようである等の電量で園地と対比できるものは円卓地と来内営業電であり両方とも 人支給はされるけれども、観光はされないものである。前者は、土地の憲兵を禁ずる一般規定以外に売買などについての制約は存在しないが、後者は特定の場合のみの売買が許され、転賃、入出も禁止されていた。加えて、区や二例が、加食され、収受の対象とはされないという名目ではあったが、競合においては事実上の収受の対象とされることも、あった。 土地所有の性格から見ると、日本の園地は、延卓地に近い性質を持っているが、条文を比較すると、古内営業殿の条文を参考にしたことも見えてくる。つまり、例の制定者は、延卓地と古内営業殿を合わせたようなものとして、園地を構想し、日本の実情を加味したものと思われ、養老例において、大法例にはなかった、拓地を新設し、区は売る市場を建てて、 園地状との補完関係に置いたものと思われる。養老令の改定の背景には、霊記念館以降の陸伝奨励政策があったようで、あり、陸伝木分伝に準じて、修授の対象となったものと思われる。上実の禁令に共通している点として、共に寺院に関する地目としてのみ現れている。上記の天平18年の資料で、競売の対象とされているのは、根伝と延地であり、 コンデンとの関係で延地の景観上の特色を叶えると、宅地に延地が存在しないことがわかる。嫌なが定造の説によると、延地には、私有地としての性格の強い形が、中核に存在するが、他方で、公私協理の場としての延地があり、延地には、この2種類があったのではないか、としている。ありがとうございます。